万歳するだけで腹筋500回よりもお腹がへこむエクササイズとして紹介していきます。腹筋しっかり頑張っているのにお腹が変わらない、お腹がへこまない、そういった方にはおすすめな内容です。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、腹筋しっかり頑張ってるのにお腹がへこまないよって方多いと思います。実は腹筋をとにかく一生懸命頑張ってしまうと、体の前側と後ろ側の筋肉のバランスが悪くなって、お腹がどんどんへこまない、逆に下腹が出てしまう姿勢になってしまうんです。人は日常的に体を前に動かしているので、体の後ろ側と前側比べて、基本的に前側の方が筋肉があるんです。背中の筋肉を使わずに腹筋ばかりしていると、どんどん猫背になってしまって、お腹を出した姿勢になってしまいます。今回は背中をしっかり動かす、体の前側を伸ばす、お腹のへこんだ姿勢を手に入れるために大切なエクササイズを数種目まとめていますので、動画を見ながら全部やってみてください。各30秒です。初級者から中級者の方におすすめなメニューになってますので、楽しく姿勢を正しく保てる練習をしていきましょう。それでは紹介します。腹筋を行うことで肩が猫背になる、首が前に出てしまう、そういった姿勢を作りやすくなってしまいます。そこでまずは万歳して手のひらをひっくり返してください。手のひらをひっくり返すことで肩が外巻きになります。胸張った姿勢になります。この状態でこういう感じで三角を作るイメージで肩と肩甲骨を動かしてください。手を下げた際にしっかり肩甲骨を締めなければいけないんですが、締める感覚わからない方は手を下げた時にちょっと手をこっちにね、肘を体にひっつけるイメージで肩甲骨を使ってください。30秒で引きましょう。スタート。ふー、リラックスして息を吐きながら、ふー、肘を体につけるイメージで肩甲骨を動かしてください。これで肩の内巻きが改善されて肩甲骨が使えて自然と胸が張れた姿勢を作れます。しっかりやってる方にはおすすめです。はい、 OK です。次は手のひらを上に向けて体から肘が離れないように手を動かしてください。スタート。これで同じようにさっきよりも肩を落とした状態で背中が使えます。できるだけ手は水平に保って肘が離れないように、肘を体につけたまま動かしてください。肩甲骨が温まっていればうまく使えてます。よし、 OK。 次はうつ伏せになります。体の前側はいつも使いすぎてますから伸ばしていきます。脇の下に手をついて体を伸ばしてキープです。スタート。これでしっかり体を持ち上げてキープです。もしこれでも楽だよって、もっといけそうだよって方は足の甲を床つけて体を上げてください。これでさらに体の前、前もも使いすぎてる腹筋が伸びます。手つらいよって方はね、降りてください。できれば肩甲骨も寄せてください。はい、 OK です。はい、そのままうつ伏せになって寝ます。足肩幅です。手前伸ばします。左右対称に手足を持ち上げてください。スタート。これでしっかりね、体の背中全体を使うことができます。手足は上に上げるというよりは、斜め上に伸ばす感じです。背中をしっかり鍛えると姿勢が本当に良くなります。腹筋ばかりやってる方はこういうのをやってください。はい、 OK です。はい、今度は今のを四つん這いで行います。背中が反れないようにちょっと腰を丸めて手足をピンピンと遠くに伸ばす感じです。手足はまっすぐ揃えてください。親指上向けます。スタート。こういう感じです。気持ち一回止まります。ピタッと止まって戻ります。
手と足がまっすぐになるように。上に上げるというよりは遠くに伸ばすイメージです。あと少しです。はい、 OK。 今体の背中側をしっかり使いました。この割合に対して体の前を1回だけ使います。手足楽にして体を持ち上げて止まっときます。首の前側が辛かったら何度か降りてください。できれば頭はあまり起こさずに上を向く感じで体を持ち上げてください。スタート。こういう感じです。スマホ見ながら腰とお尻だけ床についてる感じです。つま先少し開いておきます。これでキープ。ちょっとね、首とかが疲れるかもしれませんが、何度か頭を下ろしてもいいです。できれば体を少し持ち上げてください。これでね、体の前、腹筋ちゃんと使えてます。しっかり胸を張るといいですね。はい、 OK。 お疲れ様でした。基本的に腹筋は24時間で回復されると言われているんですが、腹筋ばかりやりすぎて体の後ろをあんまり使ってないよ、そういった方はお腹がどんどん出てしまい、どんなに腹筋頑張ってもお腹がへこみません。逆に姿勢が悪くなってしまいます。今回は背中を使った割合に対して腹筋が1セット、こういう感じでメニューを行ってみてください。頑張ったよ、勉強になったよ、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。近々ダイエット情報を配布していきます。今回もご視聴ありがとうございました。